チューバーマシャペイです。今回は自家製麺まさきさんです。前にお化け退治に行った時のものです。JR 東中上駅徒歩2分のところにあります。今回は一瞬登場したお化けです。何気に人気のお化けでした。みんなお店にお化け退治に訪れましたよ。ちょっと SNS でお化け退治で盛り上がってましたね。さてパーキングに到着です。東中上の駅はモダンでおしゃれですね。この日も近くのパーキングに停められました。お化けは一旦門面のような面です。無料トッピングになりますよ。食券を渡す時に頼みました。今回も大盛り3枚にしてみましたよ。大きい方のすり鉢で 700g はありません。並び7番目になったら食券を買いましょう。前の人が食券を購入しに行っても列は詰めないで間隔を空けて並びましょうね。営業時間はご覧の通りになっています。定休日は月曜、第2、第4、日曜日です。メニューはラーメン汁なし限定、不定期開催で SNS で情報を発信しています。トッピングはご覧の通りになっています。辛味ネギととろける炙りチーズは僕のおすすめです。コールは野菜、ニンニク、生姜、油、火の粉、マヨビームは汁なしのみです。他にもこのチャンネルではインスパイア系投稿しています。よろしかったら見てください。チャンネル登録もしてくださったら感謝感謝です。ではいただきます。自家製麺まさきさん、夏の限定が始まる前、ちょっと楽しい限定トッピングをされていました。それがお化けです。みんなでお化け退治に行くとかツイッターで流れてましたね。お化けとは一旦門面のような幅広い一枚の面です。お化けと食券を渡す時に伝えると、提供時にお化けを無料トッピングで乗せてくれるのです。この日も僕は大盛り券を3枚購入、お化けをトッピングしました。野菜の量は前回よりも増えている感じです。嬉しいですね。すり鉢なのでお化けのサイズが小さく見えますが、何気に大きいんです。このお化け結構美味しいです。味というか食感がいいですね。ちょっとした見栄えとかイベント的な感じでの麺、こういうのも楽しいですよね。すり鉢と組み合わさって見た目のインパクトがやばい。しかしこのデフォの味、やっぱり美味しいですよね。めちゃくちゃ食べれます。まさきさんの汁なし派の人も多いのですが、僕はデフォがやっぱり好きですね。熱々の野菜を食べ進めて、今回の辛味ネギと炙りチーズもトッピングしているので、その味でも楽しめました。このトッピングがとっても美味しいんですよね。汁なしでもやってみたいけど濃いかなって思ってまだトライしてません。わしわしの麺も風味がとっても良くて食感がいいんですよね。すするとかなり暴れるので大変ですが、それもまさきの麺美味しいって思います。だし感の強いスープ、甘さも感じますが、まさきさん独特の味なんです。これが多くのファンを引きつけているんだと思います。凶暴な麺に負けない強いスープ、これが相乗効果でうまさを爆発的に引き出しています。それにしてもこの暑さ、入り口側の席に座ったから少し風が入ってきますが、
暑さっていうか、すり鉢から上がってくる暑さと体内が灼熱で熱くなっていき、汗だらだら状態になり、またしてもタオル登場。汗拭きながら食べました。それでも美味しかったな。また行きたいです。ごちそうさまでした。自家製麺まさきさん、ちょっと珍しい麺、お化け麺が話題でした。お化け退治楽しかったな。デフォも美味しい。また食べたいです。次の動画は間を空けずに投稿できたらいいな。魔王に誓って。